はいどうも、むつみです。今日の動画は非常に要望の多かった僕の機材紹介をしていきたいと思います。イエイイエイ。やっぱいろんな人の使ってる機材って気になりますよね。どういうスペックで、どういう音作りで、どういうエフェクターなのかとか。今日は僕のそういうものを全部見せていきたいと思います。じゃあ、まずベースから紹介していきます。はい。こちらがメインで僕が使っているベースです。チューンの TWB6 です。スペックはウォルナットトップにバックマホガニー。ネックはハードメープル。指板はエボニーです。ナットはブラスナットです。で、つまみはハイ、ミドル、ベースの EQ がついていて、ここでピックアップのセレクトですね。こっちで、こっち、こっちで、こっちみたいな感じで、僕はいつもセンターで使ってます。で、ここボリュームで、ここにシリーズ、パラレル、シングルの切り替えスイッチとパッシブ、アクティブの切り替えスイッチがついてます。僕はここにスロープと、あとフィンガーランプをつけてます。で、ネックが光るの。ネックが光るのは光り物っていう、この LED シールですね。これで光らせております。後ろにこういうバッテリーボックスがついております。で、このベースですね。実はセミオーダー品で、このベースを作るまでこのスペックってなかったんですよ。ウォルナットトップの6弦で、ここにスイッチが2つついてる。このモデルってなかったんですけど、これをオーダーして、半年後くらいにこれと全く同じスペックが出まして、ちょっとショックだなっていう、そういう思い出の詰まったベースです。では、次のベース見ていきましょう。はい、次のベースこちらです。バイミュージックマンのレイ34です。スペックは、ボディはスワンプアッシュ。で、指板はローズウッドで、ネックはハードメープルですね。こちらのベースにも、スロープとフィンガーランプがついております。ここのつまみは、トレブル、ミドル、ベースっていう感じで、ここにボリュームですね。で、さらにこれピックガードの下にもう一枚板を挟んで、ここに指があんまり入らないようにしてあります。これでスラップがしやすくなってるんですね。このベースは中学校3年生の時に、一番最初のベースはフォトジェニックのジャズベだったんですけど、ベースを始めて半年くらい経って、新しいベース欲しくなったんですよ。もうなんかフォトジェニックのベースに不満がありすぎて。で、新しいベース欲しいなーっていうので、おばあちゃんに借金して買いました。もちろん高校に入って全部お金は返しました。今このレイ34、見てみると10万くらいで売られてるんですけど、当時は6万円で買いました。僕ステッカーいっぱい貼ってたんで、ここにステッカーの跡とか、後ろにもそういうのが残っております。今持ってるベースはこの2本ですね。では次は僕のエフェクターボードを見ていきましょう。 Go! はい、僕のエフェクターボードこんな感じです。まず一番最初にバッドプロフェッサーのフォレストグリーンコンプレッサーにつながってます。このコンプレッサーめちゃくちゃがっつりかかって、音の変化とかも結構あるんですけど、僕はその音が欲しくて使ってます。僕はピッキング結構強くて、そのピッキングの強さがバンと前に出てこなきゃ嫌なんですけど、僕の使ってるチューンのベースってそれがないんですよ。良くも悪くも強く弾いてもあんまりそのバキッとしたところが前に出ないベース、あのスラップのプルの音とかもあんまり前に出ないんですね。ペンっていうところだけ出てビーンっていう風に伸びないんですよ。それが嫌で僕はこれ使ってます。これを繋ぐと一気に音の伸びが出て、とても気持ちがいい音になります。結構好みが分かれるエフェクターですね。僕はこれが好きです。で、そっから次に繋がってるのがこちら、ボスの BB1X。 これはですね、ムーさんとこの前会ったんですけど、その時一緒に楽器屋で選んでもらったエフェクターです。チューンのベースってさっきも言ったんですけど、あんまり音が前に出てこないんですよ。なんか無機質な音、僕はちょっとあのジャズベースとかああいうベースのあのなんて言うんだろう、もっちりした感じというか、そういうのが欲しくて、でムーさんに相談していろいろ試した結果これになりました。これのエフェクターのブレンド結構上げ目にしてあります。このエフェクターの音が欲しくて繋いでる感じですね。で、歪みもちょっとかかっております。で、この歪みがなんか僕なかなか好きで、アタックがバキッと出る感じがして、これもお気に入りになってます。で、そこからラインアウトでチューナーに繋がっていて、で、最後ダークグラスの B3K に繋がっております。これは僕歪みの音が好きで、ちょっとジャリッとしたというか、あの冷たい歪み感が欲しくてこれ繋いでますね。で、アダプターはブードゥーラボのペダルパワー2プラス。僕以前アダプターノアズワークのでかいやつを使ってたんですけど、これもまたムーさんにおすすめされましてですね、アダプターは選んだ方がいいよとアダプターで音変わるよって言われて、まさかまさかと思って変えてみたら、まあすごいんですよ。音に元気が出てノイズが半分くらいになりました。このコンプがちょっとノイズが乗るんですけど、それがほぼなくなりましたね、このアダプターに変えてから。で、こうやって見ると僕意外とエフェクター使っておりません。で、常時全部かけっぱなしです。なんか落ち着いた曲とかやるときは2つを消したりするんですけど、だいたいこの全部かけっぱなしです。で、シールドはですね、こちらモンスターケーブルですね。僕はモンスターケーブルを使っております。モンスターケーブルのモンスターベースっていうモデルを使っております。はい、エフェクターボードはこういう感じになっております。
はい、では次にエフェクターの音の変化を聞いていきましょう。今これエフェクター何もつないでない状態で弾きます。何もつないでない状態だとこういう音。こういう音ですね。僕結構ピッキング強いんですけど、今の状態だとこの答えてくれてないんですね、このベースが僕のピッキングの強さに。ピッキングをいくら強くしてもそのピッキングに合わない音が出るんですよ。全然強く弾いてないような音、そういう音がこのベースは出ます。なんでこのベースを選んだのかっていうと、まあそれもいろいろ経緯があるんですけど、でそれを改善するためにまずコンプを踏みます。コンプだけつなぐとこういう音。こういう音になります。わかりますかね、この高音が伸びるようになったというか、音が伸びるようになりました。でこのコンプもいろいろ試して、一番自分好みの音の伸びになるのがこのフォレストグリーンコンプでした。でこっからボスの BB1X、 こちらにつながります。これをじゃあ踏んでみましょう。こういう感じで、またさっきよりもピッキングに対して答えてくれるようになったというか、そういう音になります。でちょっとチューンのこの無機質な感じというか、そういうのがなくなって音がギュッと太くなって、プルの音とかも太くなりますね。特にピッキング、指弾きの音が僕は気に入っております。でこっからダークグラスの B3K に行きます。 B3K 踏みます。こういう音になります。でこの B3K もまた音の変化があって、ちょっとまたモチッというか、そういう感じの音になります。 BB1X だけだと結構バキバキしたというか、アタックがバンバン前に出てくる感じなんですけど、 B3K でちょっとそれが抑えられて、いい感じの歪みがかかって、またモチッとした感じが追加されて、僕好みの音になるっていう感じですね。という感じで最後のが僕のメインの音になります。意識してるのはピッキングを強く弾いてもそれに応えてくれる音。音作りの理想はですね、僕4弦ベースのジャズベの音が好きで、その音を目指して作ってるんですけど、どうしても4弦のジャズベの音って6弦では出せないんですよ。不可能で、やっぱりもう形が違うので、いくら同じ4弦ベースと同じものを使ったとしても、指板の厚さも違うし、ヘッドの大きさも違うし、まあそういうのが重なってですね、4弦ベースの音は6弦では絶対出せないんですよ。でも僕は4弦の音を6弦で出したいから、それを目指して音を作っております。で4弦のジャズベってすごくアタックが返ってくるというか、そういう音がするんですね。でそれを目指しているので、僕はアタック、指弾きにちゃんと応えてくれる音、そういうものを目指しております。でエフェクターの話なんですけど、最初の頃ってもうエフェクター何を使えばいいか分かんないと思うんですよ。僕もそんな感じで、もうとりあえず片っ端からエフェクターは買いました。めちゃくちゃでかいエフェクターボード作ってた時もあって、その時の考えがエフェクターつなげばいい音になるんじゃねっていう、そういう考えがあったんですね。エフェクターつないだ分だけいい音になるっていう。で実際それは違うくて、ベースも全部個性があるんで、そのベースに合ったエフェクターもあるし、合わないエフェクターもあるんですね。さらにそこにまた人の好みっていうものが入ってきて、まあ当たり前なんですけど、音作りは無限大で、多分僕じゃない人にこれと全く同じ機材を渡したらまた別の音作りにするだろうし、エフェクターってそういうもので、でよく見るんですけど、レビューとかで、じゃあ分かりやすくサンズアンプなんか、全然もうサンズアンプの音になります、これは全然使えませんみたいな、そういうレビューが時々あるんですね。そりゃそうでしょ、サンズアンプに繋ぐから。そのサンズアンプの音が欲しくて、みんなサンズアンプを買うんですよ。そのサンズの音が欲しくない人はもうサンズ買わなくていいです。僕も今回のボード紹介したんですけど、コンプもがっつりかけてるし、ボスの BB1X もブレンドがあってあげて、そのエフェクターの音、ほぼそのエフェクターから出る音にしてるんですけど、その音が欲しくて使ってるんですね。全然原音重視とか知らないです。でどうやったら自分の好みというか見えてくるのっていうのは、いろいろ経験するしかもう方法はないんですよね。いろんな音を試してみて、いろんな音を聞いて、その中で自分の目指してる音っていうのは必ず見つかってくるので、でそっからやっと本当の音作りですよね。僕
は今このエフェクターに落ち着いております。とりあえず今のエフェクターの音が好きなんですよね。なので音作りをするときはもちろん全く真似をしてもいいんですけど、参考までにっていう感じで作っていくといいと思います。楽器の答えも違うし、弦の数も違うしみたいな。あと人それぞれピッキングの強さとかあるので、僕の機材紹介参考までにっていう感じで皆さん試してみてください。僕的に一番おすすめなのはこのマットプロフェッサーのフォレストグリーンコンプレッサーなんですよね。これは本当すごい好きなエフェクターで、気になる方は試してみてください。はい、という感じで僕の機材紹介こんな感じでした。今回紹介したエフェクターをつなげば大体僕の音になるはずです。大体ね気になる方は試してみてください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッター、インスタもやっているので、そちらもよろしくお願いします。ではでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。